の赤潮大橋を渡っています。今回はぼる塾と淡路島へ一泊旅行に向かっています。何しに行くのか、それは淡路神宮。随分前から淡路したいと思っていたのですが、一つ問題がありました。それは私のクロス株でどうやって島へ渡るのか。クロス株は高速道路を走れません。フェリーで渡る方法が一般的でしょうが、乗船時間に追われるのもなんか嫌なので、こんな感じでトラックの荷台に積んで島に渡りました。淡路島で最初に立ち寄った淡路サービスエリア。インターを降りて人間の森へ。ワールドパークへ。ここで昼食を取りました。食べたのはしらす丼。私のテント設営完了。ドルジ君はすでに設営完了済みで、くつろいでます。ご飯炊きます。30分の給水 OK。熱っ。多分これポコ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 吹き出したらさ、このこれで押さえたのが、こんなんじゃ間に合わんのよな。なんか上の光のせらんと。なんか石ねえかな。私のフライパンがありますよ。そう思っている。やっぱ肉焼くにはこっちの方がいいかなと思ったんだけど、まだ。なんか試し焼きしてないけどね、多分鉄の匂いはすごいすると思うんですよ。まあ鉄鋼だけど、空気中が鉄分摂取して大丈夫だな。もうテントが立ってて早い。やっぱねプロでしょ、この時間帯で来れるんだけど。
うどんキャンプか。あ、それを気をつけるやつじゃないですか、ちょっとか。はい、そうです。むずいね、それは。ネットの口コミでもあったけど、セリアの百均のやつなんだけど。ああ、セリアのは難しいってやつか。いや、普通のやつってほんま、なんか軽くつけよう。マグニシウムのやつってこうカカカカってやって、パッてやったらギャッてつくんですよね。まあ、一応火花出る。あ、でもね。これは難しい。ほんま火花が出る、あれ。ちょっと火強くねえですか、これ。炎よ。あちちち。炎よ。あち。こんなもんだ。よし。売れるぐらい擦れないと見つかんない。めっちゃ痩せてしまうと。え？ん？栓抜きがね。栓抜き？淡路ビールがある思うだけ飲もう思って買ったんないけど瓶なんよ。ラジペンとかニッパーはありますよ。開けよう思って開けます、ね。あ、待って、俺なんかそういや、ずっと来ないもん。ああ、ジャッツラ入ってるよ。あ、ずっと来ないもんねえんじゃん。ライターだけだ。わしの七つ道具があるんで。あ、これか。ああ、それです。これで火つけてみたいな。よかった、今日出る前にこれ持ってきとって、持ってきとってよかった。ビールが飲めないとこですよ。お前自粛の喜びが。もうええんじゃねえ、おそらくええの。ちょっと開けてみます。うん、多分芯残ってますね。まあ普通の炊飯器の考えでおるけん、ちょっと違うかもしれんけど、ちょっと一応安全のために倒れそうになったら支えてください。よいしょ。下に取ってやるんだ。ああ、まだ柔らかい。まだ火にかけとってないか。へえ。お、あとは火って適当に蒸らしとけばいいんじゃないですか。そもそも下のティッシュが湿ってるんだから。パッとついた瞬間にフュッと吹かないかもね。お、ついた。ついた。
百貨店だけもすぐそれいけるで。その上に木を。ちょっと切った方が良かったかな。ノコギリがいい。ノコギリあるよ。さて、ご飯も OK だよ。